さんこんにちは。今回は8月6日に発売する遊戯王アーク5オフィシャルカードゲームブースタースペシャルデスティニーソルジャーズに収録される魔界劇団の体験会用デッキを使用したご紹介です。体験会用デッキで使用する魔界劇団と名の付いたモンスターは全てペンデュラムモンスターです。ペンデュラム召喚でモンスターを自分フィールドに揃えながらモンスターが持つ効果を駆使して相手への攻撃を狙います。また魔界劇団を強力にサポートする魔法トラップカードを使用することでさらに戦術の幅が広がるのも大きな特徴です。魔界劇団ビッグスターはモンスターゾーン、ペンデュラムゾーンのどちらに存在しても大活躍する魔界劇団の中心となるモンスターです。ペンデュラム召喚が戦術の柱となる魔界劇団デッキにおいて特に注意したいのは特殊召喚に成功した時に発動する激流槽や奈落の落とし穴のような相手のトラップです。ペンデュラム召喚するモンスターに魔界劇団ビッグスターを含めればそれらのトラップを発動させずにペンデュラム召喚を行うことが可能になります。魔界劇団を強力にサポートする魔界台本と名の付いた魔法カードをより使いやすくする効果を持っています。今回の体験会用デッキには4種類の魔界台本と名の付いた魔法カードが使用されていますので状況に応じたカードを選んで使っていきましょう。全てがペンデュラムモンスターである魔界劇団にとってどのモンスターをペンデュラムゾーンに発動しペンデュラム召喚の準備を整えるのかも重要なポイントとなります。特にペンデュラムゾーンに発動しておきたいのが魔界劇団ワイルドホープです。もう片方の自分のペンデュラムゾーンに存在する魔界劇団と名の付いたカードのペンデュラムスケールを9にすることができます。魔界劇団ワイルドホープ自身のペンデュラムスケールは2。これにより高レベルの魔界劇団ビッグスターや魔界劇団デビルヒールのペンデュラム召喚が狙いやすくなります。そして魔界劇団ワイルドホープが手札になくペンデュラムゾーンに発動できていないという場合に活躍するのが魔界劇団エキストラ。自身をリリースすることによりデッキから魔界劇団と名の付いたペンデュラムモンスター1体を選んで空いている自分のペンデュラムゾーンに置くことができます。魔界劇団と名の付いたモンスターは多彩なペンデュラム効果を持っていますので状況に応じた戦術に切り替えられるのも大きな役割の一つです。レベル1の魔界劇団エキストラや魔界劇団ファンキーコメディアンはペンデュラム召喚によって特殊召喚することができません。これらのモンスターをうまく活用するのも魔界劇団デッキにおいては重要なポイントになります。魔界劇団ダンディーバイプレイヤーはエクストラデッキに加わったレベル1またはレベル8の魔界劇団と名の付いたモンスターを特殊召喚したり手札に加えることができます。魔界劇団プリティヒロインは相手モンスターの攻撃で自分が受けた戦闘ダメージの数値以下の攻撃力を持つ魔界劇団と名の付いたモンスターをエクストラデッキから手札に加えることができます。魔界劇団エキストラや魔界劇団ファンキーコメディアンは攻撃力が低いので相手モンスターの直接攻撃でなくてもモンスター同士の戦闘でわずかな戦闘ダメージを受けた場合でも手札に加えるチャンスを作れます。魔界台本魔王の降臨は自分のモンスターゾーンに表側攻撃表示で存在する魔界劇団と名の付いたモンスターの種類の数までフィールドの表側表示のカードを破壊することができます。複数の魔界劇団と名の付いたモンスターをペンデュラム召喚した後に発動できれば効果は絶大です。魔界台本火竜の住処は対象の魔界劇団と名の付いたモンスターが戦闘で相手モンスターを破壊した場合に相手はエクストラデッキからモンスター3体を選んで除外しなければならなくなります。融合、シンクロ、エクシーズモンスターを多用する相手だけでなく
エクストラデッキに加わるペンデュラムモンスターを多用する相手にも効果的なカードです。魔界劇団の楽屋入りはデッキから選んだ魔界劇団と名の付いたモンスター2体をエクストラデッキへ表側表示で加えることができるトラップカードです。効果が強力な分、発動のためには様々な条件がありますので、テキストを確認して条件が整っているかをチェックしましょう。それでは実際に使用してみましょう。コンボ紹介編では魔界劇団デッキを実際に使ったコンボを紹介します。コナミ